AITRIOS はソニーセミコンダクターソリューションズが提供する HAI センシングプラットフォームです。従来画像認識ですとか画像を用いた AI を行うにあたっては、クラウドですとか GPU を積んだサーバーとかにその画像を送信する必要がありました。他方この HAI というものはデバイス側でその画像というものをその場で処理してしまおうというものが HAI のやりたいことになっております。AITRIOS ではその HAI をシステムとして実現するためのソフトウェア群ですとかこのようなハードウェアを一式で提供しているプラットフォームとなっております。 HAI を活用することによって例えばユーザーはプライバシーへの配慮ですとかより少ないデータでの画像認識が可能になることが期待されているサービスとなっております。今回提供を始めるこのローカルエディションというものはこのデバイスと皆様がお持ちのPC が直接つながるようになるのでクラウドとの接続が不要になるというところでデータを、自分のサーバー自分のパソコンの中で自由に活用できるようになるというのが非常に大きな特徴かなと思っております。そのデバイスとローカルエリアのネットワークさえ構築されていればそこにデータを流すことができるので、もちろんお手軽にご利用いただけるっていうのがローカルエディションの一つの魅力だと思うんですけれども、そういった帯域をその LAN 内ローカルエリアネットワークだけで確保しておけばよくなるっていうのもまた一つ大きなメリットかなと思っております。すごくシンプルなんですよね。何をしていいのかっていうのが簡単に分かるんですよね。初めての方でもきっとメニューから何をしていいのかっていうのが推測できるっていうところがやっぱローカルの魅力だなと思いました。本当にAI モデル作ったら入れるだけで動くっていうところは他にない便利さというか、こんなに簡単に動いていいんだろうかっていうぐらいの感動はありましたけどね。うち の家で飼ってるトカゲとかの画像を簡単に認識できるんで、こういった簡単さっていうのは本当にいろんな人たちにも使ってもらいたいし、楽しんでもらいたいなっていうふうに感じますね。私はローカルエディションを使って最初から搭載されているオブジェクトディテクションとクラシファイア両方とも、触ってみました。実際の結果はですね、人間の目で分かるような状態ですぐに確認できる推論結果がちゃんと人間でも読める形で表示されるっていうのが非常に良かったと思っています。私が触った時はほぼ説明を読まずに動かせたっていうところはすごいメリットかなって思うのと、データ作った後にもその敷地の変更ですぐ結果が出たりとか、実際テストの結果が見えたりとかっていうので簡単にできるからやり直せたりとか、すごくそれはこのツールすごいやりやすかったなっていうのは私の感想です。ブレインビルダーは本当に使いやすくて、画像大体50枚以上推奨されてますけども、とりあえず撮影だけたくさんしてポンって渡してあげるとスルッとやってくれるので、何も悩まず本当に快適に作業ができると思います。 Windows パソコンが使えてカットアンドパステストができてぐらいのレベルからスタートはできるかなと思います。で、困ったらコミュニティのメンバーに聞いてみるっていうのでスタートできるかと思ってます。簡単に使える機械があって、簡単に AI ができるソフトがあって、じゃあ簡単に動かせる環境っていうのがこのローカルエディションのすごい特徴だと思うんで、例えば子どもの自由研究とかでこれを認識させるのをやりたいって言われた時に、じゃあこれやってこれやって動いたよねっていうところが本当にすぐできるっていうところはこの環境のいいところかなと思うんですけど、とにかくやっぱ敷居を下げる、そこがやっぱローカレーションの責任だと思いますし、何か今まで届かなかった必要としている人に届くものっていうのはできるだろうなっていうのは期待してますよね。